今回のバイク女子チャンネルは筑波サーキットでライニングスクール。 150cc の GSX を借りて、午前中はパイロンを使った練習、午後はショートコースを走ります。小さなバイクで細かく回る練習はライディングに様々な気づきを与えてくれました。天気も快晴。それでは筑波に行ってみよう。バイク女子チャンネル、皆さんどうもこんにちは。かけつてパルパル、どうもパルパルです。私は今日今どこにいるかと言いますと、じゃじゃーん、あ、こっちじゃない、じゃじゃーん、筑波サーキットのコース線で行われる国川選手が高知のライディングスクールに来ています。150のタイのバイクを借りて走ってます。さっきちょっと1本目走ったんですけど、あー、もうなんかいつものバイクの素晴らしさに気づかされました。いつもいかにバイクに乗せていただいてるかということが分かりました。もうほんと乗りやすい、いつものバイク。もうこれね、怖いの、もうなんかクラッチ握ると、アクセルがちょっと残ってるクラッチ握ると、なんかもうギアタイヤプルプルしてらすし、もう怖くてしょうがないんだけど、今度はスラロームをやるので、頑張りたいと思います。よかったら最後までご覧くださーい。ブレーキかけるときは、いかに制動期間を短くするかっていうのが、もう、かけ方として最初にかけ始めたらいきなり強く握らないで、最初、丁寧に。で、だんだん握っていくようなイメージです。もちろんだんだんって言っても、ゆっくりやったらただ単に制動距離が長くなっちゃうだけで遅くなるだけなんですけども、そのブレーキの仕方っていうのを学んでいってください。できるできないではこれはないので、練習なので。めっちゃちっちゃい。初めて乗るバイクなので、はい、あんまり気わないようにね。あ、はい、まずはしっかり開けて、はい、はい、最初は本当慣れていきました。あ、はい、あ、このバイク初めてです。まあ、そこからで全然大丈夫。あ、はい、ここから、はい、結構ステップがなんか忍者の250よりちっちゃいし、タンクが超細い。細いけど別にこっちかな、左かな。あ、止まっちゃった。なんかめっちゃ演奏したんだけど、短気筒だよね多分ね。めっちゃ怖いね、めっちゃ演出するね。アクセルの離すところが全然違うから、全然違うよ。慣れない慣れない。なんかクラッチのあれのとこがわからん。したんだな、そういうことやな。あんまリアブレーキを踏まん方がええっていうことか。めっちゃリアがロックする。リアブレーキあんま使えへんから、ちゃんとドンとブレーキに指をかけとかんと。 ABS がついとらんから。あー、いつもと全然違うよ。なんかクラッチも上がったんか上がってへんのかわからんもん。難しい。で腰が引けちゃってるんですよ。そう、なんか、はい、なんか。ここから見るとブレーキングの時にみんなこういう感じになるんですけど、今やってるんですけど、横から見るとこういう感じです。ああ、はいはいはい。これじゃあ腕伸ばしていっちゃってるし、肩
下がって前に来る、はあはあはあ、だからもうちょっと肩の力で、はい、ここで支えられるような、うんうんうん、ポジションってそのくらい重要で、はい、支えるだけでも結構変わってきます、はい、できるだけブレーキングの時に体が前に行かないように、行かないように、ここにね、うん、力がかかってこう、うん、押して止まるのはなんないよ、はい、なんかいつものバイクと違くてこうブレーなんて言うんだろうな、結構いつもの調子であのブレーキングするとなんかリアがさっきロックちょっと多分して滑ってこんなになっちゃったんですけど、そうですよね、怖いですよね、そうそうそう、ヘッドを後ろに引き継ぎもあるんです、うん、そうすると腕が伸びきっちゃって、はい、体が前に行っちゃって、うんうん、支えられないから、はい、もうちょっとこのぐらい前に乗ってあげてもいいから、うん、でちゃんとバイクっていうのは、はい、ここでホールドすること、はい、膝ここで前に行かないようにホールドすること、うん、一番いけないのはこことかここに力が入っちゃうのが一番いけない、うん、直線ならまだいいけど次コーナーに入ろうとした時に、うん、ここに力がガーッて入ったら、うん、バイク曲がらないですから、うん、でも手前にあるのは絶対どんなコースもブレーキなので、うんうん、その時にしっかり体を作れるようにっていうのが、うん、まあ一つ練習になるので、うんはいはい、じゃあちょっと、はい、まあバイクの慣れっていうのもあるので、はい、ちょっと回ってみてください。はい、ありがとうございます。ちょっと頑張ってみよう。映っても大丈夫ですか？今日も香織さんがいらっしゃいました。遭遇率が高い。遭遇率が高い。今日は何やってるんですか？今日はアルパインスターズの、展示とブーツのご試着がメインでブーツやっております。なんかこいつは一体ちょっと彼は本当はもうちょっとキメキメにちょっと内股になって内股になる。じゃあちょっと私は向こうで、はい、やってまいりまーす。やばい、バイクがフラフラしてて怖いよ。そんななんか体重移動とか言ってられるあれじゃないんだけど。しかもなんかつなぎじゃないからあんまり滑られないし、スラロームの感覚自体はね、教習所より狭いと思うんだよね。アクセルワークが超難しい一足だから、いやー怖いなー。どうすっかなー。二足で行ってみるかな。二足に上げてみようか。あー全然二足のがやりやすい。2速はめっちゃやりやすいです。全然やりやすいやん。なんか見てると走りたくなってきちゃう。めっちゃ走りたいです。こっちも走りたいし、あっちも走りたいです。両方楽しそう。なんか最近モテギばっかりだったので、本当はこういうちっちゃいコースだった。だってあれですよね、ジムカーナとかだから、こういうなんかちょこ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 やる方が好きです。大好物で。やっぱその辺好みじゃないですか、結構ね。なんかモテギもだいぶ楽しくなってきた方ですけど、でもやっぱ、目がこっちなんで。
よ。むしろ私なんかはこういうとこ怖いんで、なんかモテギとかだともう倒れてもグラベルあるじゃないですか。だから超安全と思って結構安心して走れるんですけど、こういう感じだともうなんか怖いみたい。しかもここをこんなでっかいバイクで走るとか、あー結構なんか勇気がでもちっちゃいのも怖いですね。なんかこれが結構難しくて、そうこのバイクが意外とやっぱ ABS もついてないし、なんかもう全然いつもあバイクに乗らせてもらってるんだなってのが分かった今日はじゃあ基本に帰るという、そう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 、クラッチをアクセルちょっと残したままクラッチ握っちゃうと、なんかもう即リアタイヤがプルプルルとかしだして、なんかすぐブレーキロックするし、強く踏むと、怖っみたいな。そうですね。もうなんかすでに1回目で握力が手が痛いな。いかにいつも楽してるかがバレてしまう。なんか。コースやばそうで、うん、難しいでしょ。みんなだってちょろ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 なってるよ。あうわ全然できません。なんとか頑張りましょう。今回のバイク女子チャンネルいかがでしたか？よかったらチャンネル登録とコメント、高評価お待ちしてます。それじゃあ。